皆さんこんにちは将棋ニュース速攻をご視聴いただきありがとうございます今回は名人戦7番勝負第3局1日目より藤井聡太名人対豊島正彦団で起きた大優勢を解説していきたいと思います 本局は控室で佐藤康光九段もどう受けるんですかともう困り果てているような様子で藤井名人まさかの一直線暴銀に豊島九段が2連発4時間の大長考そして1日目から終局もあり得る局面まで進んでしまった様子を今回は初心者の方にも分かるよう解説していきたいと思います解説者は一撃体振り飛車ヘナチョコ級戦を出版する将棋ウォーズ7段のシュガーですそれでは参りましょうさてそれではやっていきたいと思います 今回は、先手番が藤井聡太名人、そして後手番が豊島正彦団となりました。まず、初手に、先手番の藤井聡太名人は初手に二・六歩、そして後手の豊島正彦団は三四歩とついていきます。 本局は先手番が藤井聡太名人でありますので全局2局はちょっと藤井聡太名人の方が少し苦戦を強いられるような場面多くあったかなと思うんですけれどもこの先手番で本局3連勝を果たすことができれば名人防衛に大手がかかるというところです。 また対する豊島正之九段なんですけれども惜しくも2局とも敗れてしまっていましてまた本局後手番でもありますので何か工夫をして序盤戦を凝らしていきたいというところですそんな中で実戦ここで刺されていきましたのが、まあ、本譜ここで先手番の藤井名人は4八銀と刺されたんですがここで豊島正之九段は角道を止めて3三角と、まあ、少し振り飛車も匂わせながらの進行となっています 実戦は3二銀に対しまして6八玉。そして、ここで豊島正樹九段は8四歩とついていきました。現地では朝早くから、控え室で安倍コール七段と宮原三段が、次番で駒を動かしていたんですけれども、安倍七段は豊島九段の先継選択について、まあ、正直やるんじゃないかと思っていました。元気かどうかはわからないですけど、と、そのようにコメントしています。最近は先手番の藤井聡太名人の、まあ、この角代わりであるとか、あるいは相掛かりという勝率が非常に高いところはありますので、まあ おそらく豊島九段はこういった戦法を避けながら、そして自身の土俵に持ち込んでいく、まあ、そういった研究量で勝負していくというのを目指したのかなと思います。8五歩に対しまして7七角、そして本譜はここで4三銀と上がっていきます。 まあ私としましては、まだまだ一曲の局面で、まあ5からじっくり、例えばですけれども、まあ7八銀と上がって、これで先手盤も左ミノに囲っていく進行であるとか、あるいは5八銀と上がっていくようなじっくりした駒組みになるかなというふうに思っていたんですけれども、本譜はこれに対しまして、先手の藤井名人はいきなり3七銀と上がって、これで早繰り銀の構えを作っていきます。まあ実は岩木に対しましては、この銀を繰り出しての急戦策というのが最近有力視されていまして、まあこれは当然東島正行 ととしましまては想定範囲内の進行かとは思うんですけれども対する藤井聡太名人はこのように雁木には銀を繰り出しての急戦策が近年有力視されていましたのでこのように現代調の差し回しを取り入れながらそして相手をとがめていくというのはさすがというところです。 そして本譜はこれに対しまして3二金そして5八金に対して7四歩と進んでいきますお二人の対戦成績は藤井名人から見て現在24勝11敗というところ当然先手としましてはまだまだ星を伸ばしていきたいというところで本譜はここで7二銀に対しまして先手の藤井名人はさらに積極的に指していくのでありましたそれがいきなりの3五歩という手 ここで控室では佐藤康美津九段と佐々木幸八段という豪華な棋士が来られていましてここで佐々木八段は「雁木は受け身になると勝ちにくい」と分かってきたので最近は攻め合う順が主流となっていますとそのようにコメントしています具体的にはこ,こから7三銀に対しまして2六銀 そして6四銀と上がっていきまして、まあ、少し長くなるんですけれども歩同銀に対して後手,手としましては、まあえてもこの3五歩という手は取らずに戦っていくというのが重要となっていまして、まあ、例えばこの2六銀に対しましてここで歩を取ってしまいますとこれは3五同銀とした際に次の2四歩が受けられなくなってしまいます。 ですので、まあ、銀の進出を防ぐためにあえても取らないというところで、まあ、袖飛車にさせたあと4三銀と引いて以下3四歩に対しまして2二角と引いていきますこのようになっていくと、まあ、後手としましても次に7五歩の楽しみが残っていますので3六飛車に7五歩とついてこれは一局の将棋だとそのように述べられていました そして本譜はこの7三銀に対しまして、まあ、先手の藤井名人も2六銀と上がってここまでは同じ進行というところだったんですけれども本譜はこれに対しまして後手の豊島九段はまあやはりと言うべきか少し用意の一手を指していくのでありましたそれが4五歩という手この手を見た佐々木幸八段はおっと思わず声を上げていまして まあ検討では変えて、まあ、先ほど述べたこの6四銀というシンプルな攻め合いというのが検討されていたんですけれども、変えてこの4五歩という手は手元のデータベースですと前例が1局のみとなっていましてそちらというのが2020年10月に指されたヒューリック杯棋聖戦二次予選の千田七段対野月八段戦となっていますそちらの対局は結果的に千日手となっていましたのでそこまで踏まえた佐藤康光九段は これは決断の一手ですねこれが豊島九段のテーマだったんですかとそのように述べられています。 後手としては、まあ、その前例通りに、戦にしてとなれば、まあ、し直しで、後手の方が戦後を入れ替えて差し直すことができますので、まあ、成功というふうに言われています。え、本場以下、これに対しまして、先手の藤井名人は3、3四歩同銀、そして3八飛合に対しまして、ここに対する豊島九段としましては、まあ3、3四の銀、いろいろ受け方は考えられるんですけれども、七7赤くなり同銀に対して3、3三歩と打っていきます。 変えてもここで例えば4三金などと上がってしまいますとこれは3号歩で銀が積んでしまいますので、まあ、一番この4号の歩を支えながら受けるならば、まあ、この歩が手堅いというところですそして本譜はこの手に対しまして藤井名人は2八飛車と戻って6四銀に対して7八金と上がっていきますここで先ほどご紹介した前例としましては以下9四歩に対しまして6六歩そして7五歩に対して3七銀と進んでいます ここからも少し長いんですけれどもどのように千にしてになったのかと言いますと7六歩に対して同銀そして8六歩と進んでいきますちょっとなかなかこの8六歩の局面で千、まあ、してになるというのが、まあ、想像つかない方もいるかなと思うんですけれどもここでは角換わりではよく起こるようなそんな筋というのがありましてそれが同歩同飛車に対して8七金という手変えってもこれ銀を引いてしまいますとこの進行では8二飛車に対しまして8六歩で そこで7 5銀と出られた際にこの6六の歩取りと8六の歩の両取りというのがちょっと受けにくい側面がありますのでですので金を上がっていくのはむしろ消去法で8人車に対しましままててと収めていきますそこで後手番としましては本来先手番であれば絶対に刺さないんですけれどもここでは局面として後手番となっていますのでここで千日手を誘う8八歩という手が可能となっています。 桂門逃げればと金を作ることができますしまたこれで同金としていきますと、まあ、そこで8六飛車と取った局面が先ほどと同じ8七金に飛車を引いてそして8六歩と打たれたくないので、まあ、8六歩と収めるんですが、まあ、結果的に8八歩と打って これは戦にしてとなるというところです。また銀局面では、後手番の豊島正樹九段が107分の長考に沈んでいまして、その最中では昼食であるとか、あるいはアベマの解説で現地の紹介というのもなされていました。昼食は藤井聡太名人が黒毛和牛ハンバーグとアンガスステーキのコンビ、そしてアイスのウーロン茶を頼まれています。 対する豊島正之南は握り寿司盛り合わせと御そばを注文されていて、まあ、本局は対局場がまさかの羽田空港で行われていますので、まあ、その羽田というのはかつてからよく江戸時代に豊富な魚介類などが取れていたんですけれどもその際に幕府から指定を受けて 将軍家に海産物を献上するとそんな中でのこのお寿司というのは本当に美味しそうなところで対する藤井名人のこのアンガスステーキとそしてハンバーグも言わずもがな食欲をそそられるというところです、まあ、そして a 部マの解説では佐々木幸八段がもうずっと羽田空港でこう飛行機が飛んでる飛んでると本当に子供のようにはしゃがれていたのが特に印象的というところだったんですけれどもそんな中で豊島正井九段は1時間47分の長行で ままさかの一手を放っていきますそれが4一玉という手実戦ではこの一手を境に局面というのが大きく動いていきましてそれがなぜなのかと言いますとなんと現局面では AI の評価値としましていきなり先手の勝率が65%程度まで膨れ上がっていきますこれにはコメント欄などでもなぜなんだろうと非常に言われていたところなんですけれどもそちらの理由というのがこの後の手順3手一組の藤井名人の手で分かっていくこととなります それが3五歩という手4三銀とこれ銀取りでありますので当然銀を引いていくんですがその後にここで藤井名人はまあ皆さんご存知の戦法を繰り出していきますそれが1五銀という手 次の狙いはシンプルに2四歩同歩同銀と数の力での飛車先突破というのを目指していましてこちらは本当にかつてから加藤一二三九段も得意とされていた棒銀戦法というところなんですけれどもその将棋の基本とされている攻め筋というのがこちら名人戦の大舞台でも現れるのは本当に珍しくそして面白いところでもあります。 特に AI がいきなり先手の方を有力というふうに示したのはここで4一玉とよってその後のこの棒銀というのが特に先手からすると嬉しい手順となっていまして、まあ、変えてもこれ玉が5一玉型であれば、まあ、まだこれ銀が繰り出していって3二銀と取った形でも後手玉が大手になっていないという側面がありますのでカウンターしやすいというところでもあるんですけれどもさらに条件が悪くなっていると。 本来、意欲を避けているのであれば、まあ、後手からすればプラスポイントなんですけれども、まあ、棒銀であると、まあ、それよりも戦場が近くなっているという側面があって、まあ、これが AI の評価値に大きく起因しているというところです。ででではえこここ佐藤団がこれどうしのぐんですかまたアベコールも がが良くななる変化が見つつからいいいですとため息をついていましてまさかの単純な棒銀で銀を引かされていますので、まあ、受けがないとは本当に恐ろしいというところです本譜は後手としましても,もう黙っていては仕方がないというところがありますので7五歩に対しまして6 6銀と進んでいきます そしてここで本譜は豊島九段ももう受けていては仕方がないというところがありますので7五歩とついて反撃に転じていきます同歩としていきますと、まあ、これは先手としましても同銀とやられた際に、まあ、次の5五角の筋であるとかあるいは7六歩と、まあ、これ打たれるような筋、まあ、様々ちょっと困るような側面も出てきてしまいますので実戦はこれに対して6六銀7六歩と進んでここで2四歩とついに藤井八冠の攻めというのが炸裂していきます現地では、まあ ここで、東山正一九段の封じになるかと予想されていたんですが、実戦は、同歩同銀に対しまして、2二歩という局面で、ここで藤井名人が封じ手の意思を示しまして、44手を持ちまして、1日目が終了となりました。まず、現局面なんですけれども、AI の評価値としましては、先ほど、先手の方が勝率65%程度というふうに紹介したと思うんですけれども、それよりもさらに伸びて、現状ですと、体感ですとも70%ぐらい先手の方が勝率あるかな という,ふうに思つまりところ、まあ、先ほどよりもより局面としては後手として苦しくなっていまして、まあ、それがなぜなのかと言いますと、まあ、封じ手予想もかねてやっていきたいんですけれどもここで先手からすると2 3歩と打っていく手が非常に単調ながら厳しい攻めとなります。 これ例えば同歩と取っていきますと同銀というふうに取っていきまして、まあ、これなりかならずかちょっと難しいところなんですが、まあ、なっていきまして2 2歩そして単純にここでは2 4歩とそして3 2なり銀と、まあ、金を取っていくと2パターンが考えられるんですがこの局面では単に金を取った方が有力となっています同銀は2 2非なりと飛車をなることができますしまたかえて同飛車ですとまた再度2 3歩と合わせられた際にこれで飛車なりが確定します 詰まるところ玉で取るしかないんですがそこでこの局面では、まあ、先手から非常にいい絶妙手があります。それが、 二歩という手、まあ、この局面まで進行していくかちょっと置いておいてここでこの負の垂らしというのが本当に刺されてみると厳しい手となっています同金ですとこれでえ、まあ、右側というのがちょっと手薄になりますので、まあ、例えば波に4二金同玉に2二ひなりとなっていきましても、まあ、これ相当な迫力で、まあ、先手陣まだ安全なんですけれども後手陣がいきなり窮地に追い立たされています また同飛車と取っていく手も当然考えられるんですがこれは8三角と打たれて間接的に飛車金両取りとなっています。 6人飛車に対しましてまて、あ、ここでいろいろ考えられるんですが7四角なりとなってもいいですしまたもうなんか6一角なりから同飛車に対して、まあ、これでもういきなり後手玉が寄せられてしまっても文句は言えない状況というところですえですので、まあ、局面を戻っていきまして現局面2三歩と打ったところでは、まあ、個人的にはもうまずこれが封じ手ではまあ一番有力かなと思っていますしまた AI の最善手としましても、まあ、2三歩以外ですと、まあ、例えば9六歩とついたりであるとか1六歩という手が挙げ 得られているんですがいずれも評価値が、まあ、ちょっと後手の方にまたえ戻ってきてしまいますので、まあ、これはもうえ先手としましても不を打つ一手になっているのかなと思いますえ特に重要な点としましては、まあ、この局面で後手の豊島九段に何かいい受けがあるか受けがないとなりましても、まあ、これ無視しても2二歩り同期にまた2三銀なりという手がありますのでこれはもう正直言ってえ現状後手の豊島九段の方が相当に危なく2日目は単手数での終局もありうるのかなというふうに思っています。 いずれにしましても、エここからの豊島九段というのも、終盤力大変に強い方でもありますので、もしかしたら、また1曲目、2曲目同様に逆転が起こってしまうのかもしれませんし、かえ、っては、先手の藤井名人が、もう一気に押し倒してしまうのか、この先というのも本当に注目であります。本チャンネルでは、藤井聡太八冠や、羽生善治九段の名曲をわかりやすく解説しております。ぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。